ゼリゼ、オーシャンゼリゼ、いつも何か素敵なことがあなたを待つよ、オーシャンゼリゼ。君を連れて街に出よう、みんなが集まるコークジャンボリー、ギターを弾いて朝まで歌う、楽しく騒いで恋をする、せーの、コークジャンボリー、よかったらご一緒に、コークジャンボリー。いつも何か素敵なことがあなたを待つよ、コークジャンボリー。次から次へと溢れ
くせに手が冷たいね。私より君のがまつげ長いね。震えながらアイスを食べた。夜中に起きて電話をかけた。笑うどころか泣きたいくらいだ。20年後の僕は今駅までの帰りは白衣も真っ白。ポケットに入れた手をぎゅっと握りしめてみる。駅までの帰りは白衣も真っ白。ポケットに入れた手をぎゅっと握りしめてみる。
差し入れをいただいたりとかね、こう励ましの言葉をいただいたりとか、はい、そういうのを励みに日々やっております。で、皆様の今日のこの温かい手拍子ね、いいですね。そうだね、はい、と奮い立たせて頑張らなきゃいけないお年頃でございます。では、はい、じゃあ、お墓参りとか、次の曲、次の曲、お墓参りとか、はい、とかそういうの、次の曲とかをやりましょう。
じゃあ最後の曲をやってまた次にバトンタッチしましょう。バトンタッチしましょうか。はい、では。僕は春の風に乗せて、いつの日か僕の想いを風が運ぶまで僕は歌うのさ、君が好きだって、ね、もしも僕の声が君に届くなら試してお楽しみください。